では始めていきたいと思います。アベンジャースクール夕方の部ですね。担当の中澤と申します。よろしくお願いします。お願いします。で、この時間はちょっと声がおかしくなってるんですけど、運動不足解消というのをテーマにやっていってるんですが、まあ、運動不足解消、まあ、代謝を上げようってよく言うんですけど、運動してですね、代謝って主に3つあるんですよね。まず1つが食事での代謝、2つ目が活動代謝って、こういうトレーニングでの代謝ですね。で、3つ目が基礎代謝っていう3つがあって、で、最初に言った順から代謝の、割合が高くなるんですよ。で、食事が約1割、活動代謝っていうのが約、まあ、2割か3割ぐらい。残りの大半を基礎代謝が占めるわけなんですよね。なので、基礎代謝をよく上げましょうって言うんですけど、で、基礎代謝って、体のどこがそのエネルギーを使ってくれたら、一番効率的なのかっていう話になるじゃないですか。黒川さん、上げるとしたらどこかありますか？まあ、一つは筋肉ですよね。はい。もう一つ上げるとしたら何かあります？え？筋…え基礎代謝、筋肉…え、なんだろう、わかんない。え、消化器官とかですか？あー、内臓系って感じですかね。皮膚、違うな。今使ってますよ、今使ってます。はい。あ、頭そうっす、脳ですね。はい。脳と筋肉と、あと肝臓、これで6割です、約6割ちょっと。なぜかというと、筋肉が、まあ、熱を産生するのはまあ知られてますけど、脳っていうのはエネルギーを、まあ、20% ぐらい使いますので、脳もちっちゃいんですけど、すごく、まあ、なのですごいエネルギー効率の悪い器官なんですよね。で、肝臓は入ってきた食べ物をエネルギーに変える器官になるので、この3つが、なので筋肉をつけても逆に言ったら2割程度しか基礎代謝が上がらないんですよ。でも姿勢を良くすることで内臓の動きであったりとか脳へのつながりが良くなりますので、そういった意味で代謝が全体的に効果的に上がるっていう形になりますので、トレーニング中もちょっと姿勢を意識する、このトレーニングはこのなんていうんですかね、猫背を解消するためにやってるんだとか、ちょっと自分でもイメージしながらやってあげるとより効果的になりますので、ちょっとそういう風にチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。では音声をミュートにしていただいて、はい、で、ここからウォーミングアップはやっていきましょう。右足を前に出していただいて、両手を前習いします。で、このまま上にぐーっと上げる。1、いいですね、ここへ行きましょう。2、3、4、ラスト。はい、OK。 じゃあ今度はそのまま広げていきます。後ろに1、息を吐きながら2、3、4、5、6、はい、 OK です。で、今度左側行きましょう。前に足を出して前習いします。で、上にぐーっと上げて、後ろに反らしていきましょう。1、2、3、4、5、6、はい、OK。ではこのまま手で、ここに開きましょう。2、3、4、ラスト。
右に書いていただいて、今度はもも裏から背骨を伸ばしていきましょう。両手を後ろについて、ずっとお尻引きます。で、後ろ伸ばしましょう。もも裏、膝、裏、ふくらはぎ伸ばします。で、左手をついて、右手を広げる。そう、1、後ろ、前、2、 OK、 後ろ、前、広げて、 3、 OK、 後ろ、前、広げる、 4、 はい、ラスト行きましょう。後ろ、前、広げる、はい、 OK。 で、反対行きましょう。左足ですね、両手をまた後ろについて、ぐっと、もも裏を伸ばしましょう。左側もしっかり伸ばして、右手をついて、左手を広げます。1、いいですね。後ろ、右手をついて、左手を広げる。2、後ろ、前、3、後ろ、前、OK、 では次はですね、股関節のストレッチをしましょう。四つ張りになります。ではなるべく自分の体の近くで足をちょっと広げていただいて、足はペロッと地面につけます。このままお尻を後ろに、体をこの反らすんではなくて、お尻をそのまま真っすぐ下ろす。ぎゅーっと下ろして、股関節を曲げていきましょう。そうです。そう。はい。で、1。戻す、3、はい、4、はい、5、出してみましょう、6、はい、戻って、OK。 ではそのままお尻を引いてぐーっと伸ばします。回って、右側に動作を、背中を伸ばして、ぐーっと伸ばす。はい、戻しましょう。反対側いきます。1、1、1、1、ぐーっと伸ばして。はい、戻りましょう。OK。 では最後は立っていただいて、両手を地面について手を進めていきます。1、1で戻ります。1、1、1、はい、いいですね。もう一回いきましょう。1、1、1、そして足を持ってきます。1、1、1、はい、 OK。 ではストレッチ終わりましたので、ちょっと今日暑いのでしっかり水分取っていただいて、ここからトレーニングの方に移っていきましょう。 OK。 ではですね、まず今日は背中、下半身で、最後に3分間のトレーニングをやっていきます。で、まずは胸いきましょう。両手を前に出していただいて、このまま手をつけます。そして膝を立てて、このような状態ですね。このまま腕立てして胸をつける。はい、アップでいきましょう。
きますよ。レディー、はい、ゴー、ダウン、イッシュ、2、オッケー、ダウン、ダウン、はい、チー、よいしょ、ゴー、はい、6、よいしょ、7、8、9、ラスト、はい、OK、ナイス、いいですね。では次は手をこの状態くっつけます。三角形にして同じように膝を立てて、このままダウン、そう、移動しましょう。ダウン、2、はい、ダウン、はい、3、胸つけて、4、はい、ダウン、5、はい、6、7、よいしょ、8、9、はい、出していきましょう。 OK、 OK です。上半身でしっかり体を支えるトレーニングですね。次は背中いきましょう。でまず膝立ちでまっすぐ立ちます。このまま両手を後ろに組んで、で体から離します。で人差し指を伸ばしていただいて、ぐーっと斜め下に押す。そうすると肩甲骨が寄る感覚が分かると思います。でそれをちょっと意識していただいて、この状態からかかとにお尻をつけるように、お尻をちょっと近づけます。で上体をちょっと前傾、前かがみにしましょう。まずこの状態を作っていただいて、そうです。で黒川さん、ちょっと腰を反らないようにお腹を少し背骨の方に寄せます。体をもうちょい倒して、そうそうそう、 OK、 そこでいいです。で前万歳で肘を下げる、背中意識、そう、1、はい、万歳、2、重力がいきます、3、4、猫背回転ですよ、5、はい、6、はい、7、はい、万歳、はい、9、しっかり背中絞って目線を下げない、10、1、ラスト、2、はい、OK。 では次は同じ状態でお尻引いて前傾作ったらですね、親指を後ろにします。このまま内側に寄せる、肩が上がらないように気をつけましょう。で後ろにやった時に首が前に出ないようにこれも気をつけます。このまま前に倒していきますよ。レディー、はい、ゴー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと2回、1、2、はい、OK、 背中ですね、背中周りのトレーニングになります。最後、今の状態から手をそのまま下ろしていただいて、手のひらを外に向けます。で体をちょっと倒していただいて、この前傾した状態から後ろにジャンプします。そう、2、3、背中、4、目線はまっすぐ、6、そう、7、8、9、10、1、はい、OK、 OK です。いいですね、さすが。じゃあ次は上半身終わりましたので、下半身いきましょう。ではですね、まず肩幅に立っていただいて、両手を胸の前でこのようにクロスします。で足は、足首硬い方は30度ほど開いても OK です。まっすぐじゃなくてちょっと開いても OK。 でこのままダウン、
でアップ。横から見るとお尻を引いて、お尻を引いてから下がる。そうです。はい、1ダウン、2ダウン、3いいですね。4ふい、5ダウン、6ダウン、7 8 8 9。はい、 OK、 いいですね。 OK です。では次、ちょっと腹が高くなります。横のお尻を使います。両方を開きます。かなりワイドにしていただいて、つま先も外に向けます。クロスはもう一度開いていいです。 OK。 で、このまま右だけ、まず右からいきますよ。横に倒れていく。はい、戻す。1、はい、右、そう、こっちに体重乗せて、2ダウン、参加していただければと思います。よろしくお願いします。はい、でやる種目は1つ目、この状態で動かします。これ20秒やったら上向きになっていただいて、肘つけます。で、足を上げて上に持ってきて、アップで戻して戻す、上、アップで、これ肘つけなくていいです。寝て、上げて、伸ばす、戻して、伸ばす、こんな感じです。これが2つ目。3つ目はこのままキープします。下腹部が2つありますので頑張っていきましょう。OK ですか？ OK、よし。では用意していただいて、じゃあ5秒前からいきますよ。5秒前。おー、ダウンダウン、アップダウン、アップ、いいですね、ナイス。うん、ブン、グー、グー、はい、ナイス、ゴー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 、はい、足を上げて上
目に行ける、戻す、3段階、上げて、伸びる、1、上げて、伸びる、1、そう、いいですね、ナイステンポ、上げて、足を伸ばす、頭を顎を比較に少し後ろに倒すと余計腹筋が伸びます。1できる範囲で伸ばしてから
ただきます。で、下を伸ばしていきます。はい、OK。 ちょっと腰回りストレッチしていきましょう。お腹と腰ストレッチします。万歳して両膝を立てます。ぐーっと腕を伸ばして、でそのまま両膝を外側に倒します。左倒して地面につくように倒す。で戻して反対、腰が浮かないように倒す。はい、もう一丁反対、腰が浮かないようになるべく上に伸ばして、ぐーっと出していきましょう。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。あの、まあ今日全身全体的にちょっと負荷をかけていったので、まあ、短い時間なんですけどコンパクトに質のいいトレーニングをするというところと、あと高重力筋といって重力に対して体をまっすぐ立たせるところのトレーニングを今日中心にしてますので、重力に負けて体が曲がらないようにですね、はい、イメージしていただければと思いますので、よろしくお願いします。でまた明日以降も、こちらやっておりますので、お時間の時いつでも参加してください。お疲れ様ですよ。はい、お疲れ様です。すいません、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。